はじめまして、二木和元と申します。東京から参りました。今現在マレーシアで営業を行っております。で、やっぱり、夢にたどり着く前にやっぱり教育ってものがあってですね、教育ってのはやっぱりすごい重要な部分なんで、やっぱり貧しい国々の人々、そのアフリカなどその東南アジアの人々がやっぱり教育、勉強できるような機会を与えてほしいと思っております。なんで、そういう国々の人々が、エイズに関してまたはその勉強できるようになり、また希望を持てるようになって、でそのまま普通の普段の生活よりも自分たちがやりたい求めていることをできる、そんな時代が来れば良いかなと思っております。ありがとうございます。